今回のライカーウィンドはカフェスタンプラリー第3弾、カフェ巡り最終回でございます。え、もう終わり？もっと行きたかった。寂しいよ。今回は現在開催中の番組主催カフェスタンプラリーに参加しているカフェから3店舗を巡ります。スタンプを集めると豪華景品がもらえるチャンスが。早速最初のカフェへ。今から行くスタンプラリーのスタンプ貯めたら何もらえるんやっけ。スタンプを3個取得するとライクアウィンジャーオリジナル壁紙、10個取得するとスタンプラリーオリジナルグッズがもらえる。そして15個取得するとサンフラワーシングル九州弾丸フェリー乗船券を抽選で3名様に。さらに19個コンプリートするとサンフラワーペア九州乗船券を抽選で1名様にプレゼント。下の方はね、今のうちにね回ってる方がいいね。雪が降ってる。確かに。なるほど。マスミン、いいよ。1軒目どこ行くの？今から行くところは泉佐野市にある昔ながらの酒造さんで、なんとご夫婦がバイク乗りで週末だけカフェやってはんねん。わいいな。でそこの店長さんがちょっと変わってて、なんかふんわりした雰囲気やねんけど、髪の毛がツートーンカラーで、めっちゃいかついよ。で目が結構クリクリしてて、なんかもちもちしてそうな感じ。とりあえずめっちゃ可愛いから。いかつくてふくらしてて可愛いって、なんかどんなんなんやろ。もうちょっとで着くからね。はい、お腹すいた。お腹すいた。じゃあちょうどいいかもしれん、今から食べるメニュー。なんやろな、楽しみ。朝ごはん、あれじゃないかな。見えた見えた見えた。おしゃれ。最初にやってきたのは大阪府泉佐野市にある蔵元カフェ。本業は蔵元で土日祝のみカフェを営業し、木のぬくもりを感じられるお店です。そしてこちらの店長がお世話になります。本日取材させていただく田原です。え、店長って？こちらがピーター店長です。だからもう店長なんや。店長おはようございます。今日はよろしくお願いします。そうですか。ここでスタンプ取得方法のおさらい。まずは専用アプリココアルをインストール。アプリを立ち上げて似顔絵マーカーを読み込むと、各店舗オリジナルクーポンが表示されます。出ました。お、音出た。ゲット。こちらでは蔵元カフェステッカーをプレゼント。そして3人がいただくのは。かわいい。はーい。泉佐野市のブランド豚の湯なき豚の焼肉ランチでございます。ご飯もりもりや。ご飯はお酒を作る酒米の王様って言われてる山田錦を今日は大盛りにしております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。いただきます。書き込む。なんで？いや、美味しいよ。美味しいよ。サイレント美味しいよ。聞こえた。うん、やわいね。全然タレつけてなくても塩コショウでもすごく美味しい。味濃いめかも。豚の旨味多い。これはご飯いるね。いるね。これはいるわ。ちょうどいいかも、この漫画盛り。うん。お、美味しいわ。絶品定食に大満足の3人。ではオーナーにお話を伺います。お店っていつから営業されてるんですか？去年の9月にオープンいたしました。なんでカフェをやろうと思われたんですか？もともと夫婦でバイクを乗ってるっていうのもありますし、もともとバイクの整備士で家業の酒蔵に帰ってきたっていうのもあります。なんかお店のこだわりポイントとかってありますか？例えばマグカップ持ってこられたバイクに話してます。よく見てありますね。じゃあそろそろトライアンフお願いします。そしてオーナー自慢の愛車を見せていただくことに。こちらご自慢のバイクは何というバイクでしょうか。こちらKTM1290 スーパーデューカーですね。大きいよ。初めて見たぐらいかも。デュークのこの大きい排気量。なぜこのバイクを選ばれたんですか。もともと僕川崎党やったんです。ちょっとカスタムに疲れましてね。整備士さんやから。自分でやる。お気に入りポイントとかあるんですか。いやもう何言ってもこのデザイン。飲酒運転をなくすためにあなたは何ができますか。飲酒運転はどうしてなくならないのでしょうか。飲酒運転は絶対ダメ。八重の里ドライビングスクール。大阪別府へ行くならサンフラワー。家族で楽しい、みんなで嬉しい、2人でゆっくり、ずーっと感動。サンフラワー。バイクライフ向上宣言。二輪館ならあらゆるバイクスタイルに豊富な品揃え。イベントも盛りだくさん。車検もメンテもあなたのバイクライフを徹底サポート。ライダーズスタンド二輪館。蔵元カフェを後にした3人は次の目的地へ。蔵元カフェさんのランチ美味しかったね。美味しかった。さあさあ奈良県に入りましたよ。次どこ行くん。次はね、今はもうお腹いっぱいやと思うけれども、別腹で行けちゃうものを食べに行きます。スイーツ？スイーツや。何かな、お楽しみだよ。なんやろ。別腹って聞いたらな、めっちゃお腹空いてきた。見えてきた見えてきた。どれどれ。ここ森のバーガーさんです。ハンバーガーが別腹。がっつりやん。到着。続いてやってきたのは奈良県御所市にある堀のバーガー。土日祝のみ営業するハンバーガー専門店。そしてスタンプを取得するとスタンプラリー特製ステッカーをプレゼント。ではお店自慢のメニューをいただきます。こちらのメニューは黒毛和牛 100% のベーコンチーズバーガーになっております。おいしい。名前焼き方、ソース、バンズ、ポテトまで全てこだわっています。はみ出てるよ。ポリポリって感じだね。おいしい。お肉と野菜とチーズのこのバランス、最高ですね。もう100%や。噛む瞬間にふわっときたもん。もう書いてあるんですけど、焼き方にもこだわりがあるというので。そうですね。溶岩グリラーっていう溶岩の石を使って焼いてますので、油もその時にだいぶ落とせるので、ちょっとあっさり食べれるかな。だからあっさりなの。堀野さんはバイク乗られてるということで、何を乗られてるんですか。2011年の ZX-25R。あ、ほんならかすみ一族の方やったんですか。何それ。ちなみにそのバイクはどれぐらい乗られてるんですか。4年ぐらいですかね。それに乗り換えてから。その惚れたポイントとか教えてくださいよ。そんなに新しい年式のバイクじゃないんですけど、なんていうんですかね、今の熟成された電子制御も入ってないので、乗り手主導ですかね。ちょっと楽しめるところが。これぞ男川崎です。男川崎。久しぶりに聞いた男川崎。それでは本日最後の目的地へ向かいましょう。いやー、大満足でしたな。美味しかった。別腹なだけあってさ、千穂ちゃんハンバーガーの自販機で買ってなかった。買った。だって別腹やもん。言ったよ、今からもう一軒行くからね。大丈夫よ、別腹だもの。まあ今奈良に4年けれども、最後の目的地は京都です。今から京都。のお店は夜だからこそ映えるところやねん。走ることおよそ1時間半、辺りはすっかり真っ暗に。もう着くよ。この辺なさそうやで。うん、なんかディープなスポットよ。はいはい、着きましたよーって。ここ？ここだよ。急に現れた。急に来た。最後にやってきたのは京都市伏見区にあるガレージカフェ5京都。ガレージを改装した店内にはアメリカンでラグジュアリーな家具など SNS 映えするスポットがいっぱい。スタンプを取得し、お店自慢のメニューをいただきましょう。小原店長、こちらのメニュー教えてください。マイアミ風チキンのタコライスになります。本来綺麗に食べる料理ではないんで、全部こうガーッとがっついていく料理になってるんで。いや、もう可愛い子ぶったらダメですね。ちょっと今可愛い子ぶってるんで、もっとこうこの辺からあと行ってもらわないと。はい。ジューシーな感じ、このひき肉が。おいしい。いい食べっぷりや。おいしい。これあかんわ。クリームチーズがまろやか、なんかいっぱいつけてやんか。そのピリッと感がそんなにこず、全部混ぜた方がおいしい。なるほど。混ぜて混ぜて。右手を添えるだけ。いろいろ混ぜて。右手の方がやかましい。チーズも混ぜて。いただきます。早っ。おいしいのパーティー。おいしいのパーティー。他にもいろんな種類のタコライスがあります。では店長にお話を伺いましょう。いや、お店っていつからここ営業されてるんですか？2年前ぐらいです。なんでマイアミをモチーフにされてるんですか？なんかね、オーナーが1回マイアミを行った時にちょっとリゾート感あってめっちゃおしゃれな空間に行ったから、それを再現したりする。どういったお客さんが多いですか？まあ乗り物好きのバイクの方やったり、アメ車乗りやったり、ワンちゃん連れてこれるんで、ワンちゃん連れのお客さんが多いですね。まあ今日ね、3軒回りましたけれども、ちょうちゃん今日どうでしたか？ハンバーガーね、自販機が初めて見たからいつでも買えるってことやな、新しいなって思いました。なおちゃんはフラのさ、店長のピーター可愛かった。ピーター店長、よし、じゃあ今からどこ行こうかな。4軒目？いや、もちろんもちろん、それは1人で行って行きましょうよ。バリバリ